村田さん、はい、2回の菅野はピンチを背負ったそんなシーンもありましたが、あっとこれはピッチャーライナー、素晴らしい反応を菅野が見せています、素晴らしい反応ですね、中13日のマウンド冷静にピッチャーライナーを処理しました。どうでしょうか、ランナーを出す前とランナーを出してからというところ、菅野のピッチング内容というのは何か変化というのはありましたか。みんなそうなんですけど、A だった試合で腰痛、急遽先発も当日変わったという菅野ですが、さあ吉川尚輝、これはまさに尚輝たまらん好守備が出ました。この辺りは素晴らしい守備、吉川尚輝菅野を盛り立てます。4回の表セカンド吉川尚輝のファインプレーがありました。それはまだ中盤なんでね。さあセカンド正面だ、タッチして一塁送球、巨人サイズとしては最高な形、菅野もガッツポーズが出ました。最高の結果ですね、セカンドゴロ、吉川尚輝がランナータッチ、一塁転送でダブルプレーになりました。もうバッティーはまだ中盤3点じゃ全然足らないと思ってると思いますよ。あ、はい、そうですか。菅野対田中康介、東海大相模という中で、ま、飛んだ方向もこれは、はい、もう最後カープサイドとしては、はい、増田もしっかり自分の仕事を果たしていますが、バントしてこれはファールです。1球失敗して2球目、これはバウンド、セカンド送球遅れず、増田大輝送りバント失敗、石原智樹に好フィールディングもありました。ナイスボールですね。この後もキャッチャーの石原智樹、セカンド送球強肩が光りました。